死ぬのを忘れた細胞。いつまでも腐らない食材があります。便利なことではあるが、大丈夫なのか。細胞は古くなると、アポトーシスと言い、淘汰する仕組みがあります。いつまでも腐らない食材ばかり食べていると、アポトーシスが起こりにくい体ができます。 がん細胞というのは死ぬのを忘れた細胞のことでがん細胞ができたとしてもアポトーシスが正常に働けばがん細胞は排除されます腐らない食材を食べているとアポトーシスが起こらなくなりますそしてがん細胞が除去できない体ができます抗生物質の使いすぎにも問題があります 細菌の抗生物質は、細菌の細胞壁をいつまでも作るタイプが多く、細胞分裂を防ぎます。腐らない食材を食べることと、同じようにアポトーシスが起きない体ができます。この2つのことが、がん細胞のできる原因の1つになります。